の古城空中庭第9の園に挑戦。うーん、でん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 、うわ、ルビナスレイだ。はいはい、来た、行きたいと思います。じゃあ9でございます。ついにここまで。はい、はい、9といえばアキレット。アキレット、うん、当てられてよかった、はい、で朗報があります。はい、お、はい、今月ようやく全員アーキレットが揃いました。ありがとうございます。長かった。お疲れ様。それを待ってたわけじゃないけど、うん、まあ、ね、まあ、タイミングが ね、このタイミングになってなんと間に合うっていう、ね、はい、間に合ったね。まあ、あの僕のキリンジが50使用回数ぐらいから始めて、うん、今ほぼ500ぐらいまで来ました。500ぐらいか。で450周回で出会ったのが2回です。うん、下振れてるよね。だから下振れてるんだ。200分の1なんてことないよね。お前どうなん、って何パーだ。 0.5 パーとか。俺650回って2個手に入れた、まあ、でもその前に2回遭遇してもさらにね、うん、あ、なるほど。4遭遇負けたのと逃がしたの。あれ2パーぐらいって言いますもんね、なんか。あ、そ、あ、じゃあ諸説による。え、相当出ないんだよね。うん、大変でした。ゲットはい、手震えました。もう負けたくなくて。いや、そうですね、負けたくないな。確かに、うん、なので行きたいと思います。はい、これで、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう、はい、ストライクショット、ショットショット、はい、覚えてね。あのね、うん、ラウドラバリアを持ってんのよ、うん、で、これどうだろう、騎士は何回触れだろう。まあでも2回ぐらい触れて上に上がっていこうかな。そうすると多分あの、あ、1回で倒せた。保険だからみんな積んでるからじゃない、うん、うんうん、いや、こいつはないか。じゃあ、あの上のさ、両サイドのハーチェル、うん、はいはい、あれが、うん、これ挟まれないですよね。ラウドラバリア持って挟まれるんじゃ、あ、挟まれないか、ちょっと広いってことか、うん、広いかもしれない。じゃあちょっと粗めに動くか。どうなんだ、うん、あれ、カズヤ、大島もやってんじゃないのこれ。やってますけど、うん、なんかもうあんま覚えてないな。あんま覚えてないの。なんか結構ね、簡単にいけちゃう。アーキレット4見たら、まあそんな難しくないですよね、正直。なるほどね、はい、確かに僕もクリアはしました。あ、そうなの。1回目の時に、でも何にも覚えてない。でも直接え、そんなことある。なんかね、あんま覚えてないのよ、みんな。こういうことですよね。あ、そう、ナイス。え、あいつは触った方がいいの。触んなくて大丈夫。石でも横滑りで入っていかないとあれってことか、うん、そうか、斜めから入れないってことです。いや、入れると思うよ。でもここでもいいの。それでもいいんじゃない。じゃあそういう、ね、まあ、角度、そう、角度きついとパコンとはいかないの。左に当てつつ、うん、あ、挟まれん、全然挟まれん、挟まれんやかい。おい、何も覚えてない。覚えてないな。しっかりしろよ。ここも挟まれますよね、多分。これね、上ね、これ当たってるかな、うん、当たってそう。じゃ次の、うわ、僕で いけるかも。僕と淡路でいけるから。僕と僕と木の刀じゃないですよ。こういって、いや、当たりますもんね。当たるよね。当たるね。まあでも狙ってもいいのか、どうせ。でこれ下げちゃうよりは、そんな、いや、いいか、これ横に上がっていくわ。はい、逃げた、うん、全然割れないわ。5回ぐらいだっけ。結構ありますよね。結構5回ぐらい当たる。ここ大事。いけるよな、さ、これはいける、これはいける。ナイス。たぶんね、5回ぐらいじゃないと。あの、が入んだ。そう。うん。なるほど。で、アワワが言ってくれるから。でもこれは、あの、ルミナスレイ関係なくでいいのね。関係なくでいいです。割って自分で倒せる。とにかく、はい。はいはいはい。ナイス。はい、オッケー。だいぶ余裕ある。余裕あるね。でも、この次の、右下、左下が結構むずい。ああ、そうだそうだ。うわぁ、そうだ。で、ここも全部こいつら2回触れれば確かね、割れるから。確かそうです、そうです、そうです。で、友情もめっちゃ入ります、こいつは。割ってから。あ、下の2体でいいんじゃん。この2体いけるとこでいいから。この2体でいい、うん、騎士でいいっすね、はい。いや、ほんとね、いけるとこからでいいの。うん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 、そうだ。で、騎士倒した方が、この火ダメ結構あれですもんね。そうそう、ハートパネル大事。
これいいとこいますね。これ2回です。うまいっす。うまい。うまい。深い。深いみたいな。すごくいい位置ですね。いい位置？俺もいい位置だね。これさ、右下行かない。右下行かないとだよな、これ。左下無理だから。まあ、あとは、そうだね。ガイド出てるわ。いや、出てないじゃないですか。なんでガイド出てんのか。出てないですよ。これ行ったら天才。でもいけるよ。いけるよ！うまっ！ナイス、右下ん。右下俺入って松野さんの松野さんのあでも入ってないですメンバーシップこれもしミスっても俺と拓也はいけるから邪魔しない方がいいかなじゃあいやいいよ狙っても、うん、でも狙うの結構ですねこれでも何しでもあじゃあ回復しようでもさあ回復いいかも、横感しますね、そう考えてる時間もいいからやっぱそれアハ体験みたいに言うのあそう立て替えねあ、めちゃくちゃ回復するナイス元の位置に戻るこれはいい位置にいる意外とスムーズだよ、ここまであれあ、ね、右下がね怖い怖い怖い危ねえ結構ね、右下が苦戦するんだけど、うん、大島がうまかったよ、あれ右下よかったよかった右下だからね僕は松野さんのメンバーシップいや、わかるわかる隠れ右下みたいな誰が隠れ切り下みたいな確かに大島さんもずっとドラゴンボール俺言ってないよいつまで言ってんだよ俺言ってねえだろ何さらっとコーヒー飲んでるのこれね昼下がりのカフェタイムじゃないんだ2体倒せばまあ1体しか蘇生されないんだけどだから挟まった人が行きやすいようになってるんですよあしかも最高の立て感してません僕ほら本当だあ上にねあそこむずいのよあそこねこれ最高なんだけどめちゃくちゃうまいよこれルミナスウェイこれめちゃくちゃうまいよナイス確かにこの左上むずいっすもんねいやあそこはまんのがすげえむずいのよあの邪魔じゃんあの岩みたいなさ簡単じゃんあれだって斜めにスコーンじゃんそれ淡路がほらそれがだからそれだよ俺これでも回復も変なことをして邪魔すんなよじゃあ俺横勘で邪魔すんなよ斜めに入っていいっすよ考える時間がいい時間だからいいねあああああああいやそんな何も変わってないでしょうよで斜めに入りますね難しくないね怖いなでもいやでもアーキレットがやっぱ火力足りないからオッケーナイスやっぱ後から来る友情が強いんだよねまあハーチェルこいつも倒しづらいですよねでも 1P がいい位置かああれもう挟まんじゃないですかあれこれ忘れてるぜ。なんて言ってんのずっと。あとこれ触れないと防御弾。これで防御弾とか。あ、じゃあちょうどいいじゃん。これで、はい、これで左挟まるでいい？これ隠れ弱点系でしたっけ？どうだろう。でもそんな出なかった気するけど、でもなんかルミナスレムめっちゃ入るんで。ああそうだ。左のハッチェルやるでいい。あ、それでいいかもしれないです。うん、いける？惜しい。あ、いいね。これこれ。こんなんしてたら勝ったもんなそう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 本当にそうだから、ね、だからみんな印象がないのこれでもなんとか行きたいなそこにいっぱいつけたいですけどねルミナスそうこれ縦感で結構出るしでもハーチェルやんないと触れなくていいんですかセンサーあそっか触れんだね大島語尾が騎士だ騎士これ縦感でも結構出る騎士そっかもう上だのしなダメだ俺語尾騎士じゃないですよ、うん、打つぞなもしゾナモシ？ゴビ？ゴビゾナモシなの？これあれなんか変なああれがいんのかあわかったわかったごめん中に挟まってんのなんか挟まってるわあさっき倒したわなんかパバーンってあのハーチェルやばいかやばい僕がいけるし頑張れ頑張れでも倒す可能性はありますよねもうボスをあ中入れたいやちょっと割れてないごめんでも間に合いますよ。ここ割れてないよ。あ、俺これで挟まれるようになったかもしれない。あ、でもいや、これ、まあ、最悪あ、そうか。これ防御弾入れないとこれハーチェル倒せないけ。ハーチェルはいけんじゃん。じゃあハーチェルさっきまでいけてたもん。うんうん、これでいい？いけるんじゃない？どうだ。いけますいけます。これで無理ならちょっとあの公式出た時言っときますか。ナイス。助かる。
で、これ危なっ、ああ、ダメだ、これがね、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、こら怖っ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 、てめえ初めての初心者がよよっしゃ、行こうぜ、いいよ、はいはいはい、もう挟まれるってことがもう分かった、ここうん、おうまい、オッケー、おお、全部やった、余裕余裕出た、ここが直だとぶつかるから右壁の、うん、右壁風、よしよし、縦壁風やみたいに言うな、ジャイアンの最初の声の方、そうなんだ、みたいに言って、みたいに言ってこれいける？いける、おお、淡路が次、あ、無視して、で失敗、やばいやばい、ああ大失敗、ああ大失敗、これほら初めてだから、これむずいっすね、でもでもそうだね、2人がいけるって感じですね、うん、いけるいける、でもまあ狙ってみて、うん、どうしようかな、いけるよ、右壁から左上、もうちょい下だね、もうちょい下、ブロックの角ぐらいに、惜しい、惜しいね、惜しい、惜しいわ、あー、惜しいも入ってない、あれちょっとずれた、ずれたけど大丈夫だ、大丈夫か、逆に、はいはい、惜しいも入ってないのと一緒だから、厳しいな、厳しいな、ずっと厳しいね、ずっとでもあの惜しさが次に繋がったな、俺と一緒だから、俺と一緒だからよしよしよし、はいはいはい、この歴戦の2人が入るから大丈夫だ、で、はい、でも拓也さんすごいいい位置ですよ、次、え、ほんと、そのまま入れる位置じゃないですか、あれ確かに、セーフ、あと 4P もいい位置じゃない、え、もう淡路もいい位置、縦缶ぐらいのイメージなんじゃないですか、間だ、ほんとだ、これでいいんだ、いけるところで、うん、いけるところでいいよ、ナイス、これどうします、淡路もそう、ハーチェル倒してるし、ハーチェル見た目やばい、いや、まあダメージ頑張って、いけるときに行かないとね、ここは、ま、間に合わないの、まあ、そうなんだ、そうっすね、やばいのかな、あーこれやばいのか、あでもそう、まあ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 、リターンですね、なるほど、じゃあこっちどこがハートなんだね、で大島を下に下げれば、まあそうっすね、騎士行けます、騎士を行って入れ番すんだよな、それいつも、うまい、これで割れたか、あ割れた、オッケー、これで友情でいける、あれだけ、これもいけ、よし、おーナイス、倒してないですね、あ、いけんじゃん、ナイス、あ、まあでも大丈夫、ここで回復もできるんで、うん、ついでに、どころだから1体でいいんだ、あこれクロスじゃないからってこと、オッケーオッケー、じゃあ、ね、じゃあこれ で大島さんそこにもいてほしいっちゃ、あーなるほど、でもいいか、ステイウィズミック、いやいや倒して戻ってこれんじゃん、すごいこと要求、うん、要求値でさ、うん、で、あの戻り島松を取ってね、いやこれ計画的に立て替え、これ待って、この位置大丈夫なの、そうしよう、やってみよう、これ大丈夫、計画立て替え、これ立て替えすれば戻ってこれんだよね、戻ってきてました、さっき僕やったら、じゃあさっき実証済みだ、計画的立て替え、あれやべ、うん、そうだな、やり直しますか、いやそこまでじゃないってそこまでじゃないよ、じゃあこれ取るよ、で、僕を上に上げてください無理だお、俺が行くよ、その感じ、お、ほんとだ、お、いい、お、これ挟まってんじゃないですか、ちょっと上がってろ、いやこれが真下だったらもう逆に一番最悪、あー最悪だよ、なんだよでも俺で抜けたからここ2回ずつ、あいつら。カズヤさんいい位置いるっぽい。目障りのやつ。暴れでいいですか、暴れでいい、暴れでいい。SS 暴れでもいいよ。ああ、まあそうか、ここはちょっと、ちょっと絶対処理したい。そういうのが必要なんだろうね。スピードがね。いいよ、SS 暴れ。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、いった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 でしょ、これで、よし、レミナスレ完璧、今の全てを救った、神が勝ってた、ナイショリー、全てを救った、ああ、こっちか、
でも誰かいける人いる？ 2がいけるか。いや僕がハーチェルムズ。でも俺がこれを2をちょっと右にずらしながらスコーンと上に入るわ。すごあのハーチェルじゃないボスの方入る。すごいこと言ってる。あでもまあ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 、ね、あでも当たった。友情は強い強いね。これだから意外とハーチェル前に抜けたりしますよね、倒す前に。ああそうだね、なるほど。SS 打つ必要なさす。でもハーチェルやばいか。次のアワジもやばい。これ結構きついか。じゃあアワジ一回触れてあげる。これでいける可能性ありますけど。あいいよ行って。わおハーチェル狙った。いけなくてもね、暴れればね。うわくそ。あ惜しい。頑張れ。よしこれで終わった終わった終わった。いやでもあんま入んないかこれ。1本か。くそ使う。どうする。あれこれやばいか。やばいよね。使おうか。こうなったらボストックの方がいいんすかね。これでも失敗する。そうじゃん。すると思います。ボストックで斜めに入ってくでいい。それか縦より斜めの方がいいよね多分。だけどあの下のあれは拾いたいから。斜めにブルブルがある。あーそれで入れたら確かにいっぱい出そうだ。ルミナスレイ当てたいって感じじゃないですか、うんうん、だから上にトントントンってなれればってことでしょ。まあ、そういうことか。ここ荒そうっすけど。荒すぎる上。あーうんそんなもんか。確かにあるか。いや、いける。剣も湧いてるんですよね。行ってみていい、うん、いきます。入れ。あーくそ。でもこれで。あーあーこれがある。これダメ。もう割れた。割れた。ボスは割れたけど、 思いますけど、あのみんな触れてないから、あの4本しかない。これだけ強い。ハーチェルが即死か。ああ即死だ。あそこのハーチェルきついな。なんだこれ。いや無視ですよ多分。うん、よしよっしゃ。みんないいショットは出てるよ。行こうぜ。ここで行きましょう。はい、飛んで処理してここ入る。よし、うまい。オーケー。なるほど、完璧。これは右経由。右経由。はい、経由満タン。ナイス。ナイス。で、これ左どっちがいいんだろう。ここはこっちか。確かにここに入ってれば 1P2P でいけんだね。いけんだね。ギリギリ。惜しいね。くそ。あ、でもずらしちゃった。やべ。今のは荒いんですか。結構ずらしちゃった。ちなみにこれ青はここでブロック外してカンカンっていうのもあるの。うん、ブロック外して。あ、ずらさないで。そうすると次そこに来るから、まあでもいいよ。ああ。うん、やんないで。なるほどね。どうせ狙えないんだったらっていうのも。ここにハーチェルが次出てくる。無理だ。でもいいよ。どっちでも。ないんですよね。じゃあもうやってみる、やってみる。ブロック外して。狙ってる一応。はい。あの芸術買っちゃってる。あ、そうだ。よけた。あ、ナイス。ナイス。見えた。これ当たんないかな。ギリ避けてるか。あ、大丈夫そう。大丈夫そうっすね。こんなもんでしょ。よいしょ。ナイス。ダイソー。ダイソー。大丈夫そう。大丈夫そう。大丈夫そう。ダイソー三つ国。なんのこっちゃね。お、ここでいい。いいよ、いけるとこ。これで。ナイス。結構右下いけるかもな。おいね。右下ばっかりだな。で、俺左下いけるようになった。本当だ。オッケー、じゃあこれで。ここ絶対決める。いけるよ。はい。ナイス。近づけて。これで。ほら、トン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 って叩きながら。むずこれ。あ、でも回復もしないとやばいっすね、うん、確かに。え、これどう打ちます。めっちゃうまい。まあ入れ番するもんね。入れ番するぐらいなら三角に、右下、右下三角にさ、もう V 字でさ、ハート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 。ここはここのあったらパンツみたいこの辺の頭にぶつける。
したらこういかないかな上。ああなるほど。入れ口でもいい。入れ口。伸ばす。ああ。伸ばし方良くなかった。あ入れ口。入れ口。これ入れ口って言うんですか。一体だったか。でもこれあの一体だと蘇生されるから俺でもこれトン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 で、うん、で2回ずつ触りたいからこんなもんなの。拓也さんいけますよね。いける、まあ、3回ずつだ。 OK2 回で割って3回目でたと、はい、ちょっと横薄すぎる。いけますか。いけそうですよ。いけそうだけど、なんかいけるか。ああやばい、これやばいぞ。3いけないぞ、それったくや。惜しい。いやごめん。でもこの V 字でしょ、大島さんの作品。それしかないね。使う、使わない。どうせ終わるなら。どうせ、でも使う意味ない。ああ、どうだろう。あまあ戻ってきて、早ければ。はい、使わない方がいいのか、こういう時は。使っていいんじゃん。頼む、いけるよ。綺麗な。ちょっと薄かったのかな。下当たっちゃった。上だな。頼む。タラテンさん。いや、惜しい。惜しい。割れろ。割れろ。せめて割れれば。割れればなんとかなる。あ、くそ。惜しい、今の。マジ？もう一回それ。いやいやいや、ごめん。まあ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 、今のは。これね、角度が失敗するとこう、はまってっちゃうから。なるほど。大丈夫、大丈夫。一手の重さやば。よし。さあ、行きましょう。はい。お願いします。うまいんだよな。おし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 、ダメだった。ってことは左行った方がいいのか。うん、ここで行ければ大丈夫。ナイスで、俺が右。はい、ここで行くぞ。あ、くそ。あ、もう、おーおーおお、大丈夫。あ、どうだ、戻ってこい。ダメ、ダメ。でも下のレイが行く。レイ、あ、ダメだ、ごめんごめん。復活レイ、これが苦手。まあ、これ無理だな。いいね。左を、あいつを、あいつをね、行くね。そこじゃダメで、なるほどね。この地雷がいい位置にあるんだよ。地雷目印ね。そう。よし。すみません。オッケー。ナイス。よかった。最初からね、そっちを狙ってたんだよ。はい。すごいショット。そっちを狙ってたんだよ。そっちを狙ってたんだ。左上きついな、これ。これ、そうか。直接じゃなく。直接いけるか、あ、直接いけるかも。あ、直接いけるわ、たぶん。でも、当たんないですよね、さすがに。際どいですね。際どい。ギリいけるか。いけた。あ、ナイス。でも、ここなんですよね。うん、これ、縦。確かに縦いけるかも。いけますかね。あ、いけそう。薄くないですか。薄いか。ただかといってこれもきついから。そうだね、これしかないか。か拓也さんもずらす。いけるじゃん、うん、拓也さんも縦なんですかこれ。いや俺右壁からいく。じゃあ縦でいってみるか。はい、いけそうな気もするけど、あんまりこんぐらい。あー無理だ。うーん、今のはあーずれー。おー、あ、大丈夫大丈夫、そのぐらいな。今のは何がダメだったんですか。いや、やっぱ単純に薄すぎ。あー、弾かれた。うん、そういう反省点聞かれんの、そう今後。いや、次に。おこれは難しいな。うるせえみんなみんなや。
危ないな。危ない。もっとちゃんと狙ってくださいよ。今まで挟まってた。危ねえ。危ねえ。狙ってちゃってね。ガイド出てギリ。なんだろうね、あの、出てきちゃう角度。はい。あ、ゲージ必中ないぞ。やばいぞ、これ。外したんだよ、そう。なんかさ、天魔、空中天出てからさ、あの、クリティック。めっちゃ大事になりましたよね。あれ、ガイド、あれが一番価値ある。ガイドめちゃくちゃありがたいの気づいた、ね。そうですよね、うん。あの、シャルルのとこもそうだし。ね。スポットの価値変わった。割れてる？割れてない。ない、うん、そうそうそう。でもこれ一体蘇生にはなるから。あの、運気が。一番使える。あ、全然全体同時か。まあでもこれ1と4でいけますもんね。ここでいいっすね。トントントン。2回で割れんのよ、こいつら。うまい、うまいね。あんまずらさない、あんまずらさないで。あ、しそうか、まだゲージブロックだから弾かれるんですね。これどうしよっかね、俺。あ、俺あれだ、あ、計画的立て感いい、左下。え、でも、あ、でもそうか、右下きついか。あ、そうなんだ。あ、そっか、ちょいきついですよ。いや、淡路が右下、多分横でいけんじゃない。横軸でかかかかって、ん、横軸でいけるでしょ、横下がりの入りで。むずすぎません？え、いけるって。こういうちょっと直で荒すぎないですか。直でってこと？え、左壁からっすよね。あ、そっか、いけないか。あ、ちょっと角度決定できるのか。まあ、左からなん。めちゃくちゃ、あ、むずいか。うん、ちょっと荒くなっちゃう気すんな、直だと。だからこれです、荒いっすよね。ちょっと荒いと思う。ちょっと荒いと思う。これ一回パック使おう。どうせ負けるぐらいだったら。ありがとうございます。パック使ってそっち、あ、なるほど、ナイス。1はいけ、カズヤさんいけますよね。いけるか、高さ的に。1はいけると。ナイス。あ、ガイド出てる。いいな。え、出てるか。よし。ナイス。オッケー。負けるぐらいだったらね。絶対に。パック使わず勝つことも全然ありますもんね。ね、先を見に行こうよ。うん、うわ。素敵。うわ、これどっちだ？でもまあ、タクヤさんいるから俺は。3に託して。じゃあここは SS でもいいのか。あ、いいよ。2回トン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 トうん、絶対ボス特攻なんだろうな。ほぼボス特攻してみる。でもでもね、場所的に俺倒してる気すんだよな。毎回倒せるんだったら倒した方が絶対楽だよ。これがいやらしいね。4っていうのがね、この今挟まったやつでいけないっていう。そうっすよね。あ、でも 1P いけそう。あ、いいじゃん。あ、いけそう。 1P はいける。じゃあ淡路ボス 1P、うん、淡路ボス挟まるでいいですかね。暴れる、そんな出ない。まあ、挟まっても出ると思うけど、暴れたわりルミナスで、うん、だからみんなを拾いながらスコーンとはまれば割れてルミナスレイが使おうかな。一回みんな溜まってるんでいいですか、使って。あ、いいんじゃん。二段階目だね。二段階目だね。めちゃくちゃ生だ。ルミナスレイは入んないけどいいよ、それで。やってみていいですか。うん、隠れ弱点頼む。ナイス。お、でもいいじゃん。うん、で俺入れると思う。挟まって。あ、痛い。痛い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 。あ、でも。でもこれ、うん、結構火薬しますもんね。いけるよね。うん。ここだ。ナイス。余裕できた。回復もしたい。回復したいね。次上か。だから、まあ、理想は。ウミナスレイ拾い暴れ。右壁からじゃん、右壁から。あ、なるほどね。回復もして。割れろ、割れなきゃ。割れた。ナイス。割ったけど、これあんま入んないけど、下にもあるよ。
上も左上は？おおしよしよし。強いよ。強いわ。これをなしでどうやってクリアするんですか？ルミナスレイなしで。ね。いいかも。いいかも。割れれば。ふう。割れない可能性あるとこういく？いや、いや今のでも割れると思いますよ。右から。で後から防御ダウンね。拾ってたんですよね。さっき。うわ、これは出るな。やばい。やばいか。あ、割れた。これ飛んだでしょ。飛ぶ火力。オッケー。割と楽しいんだよね。楽しいわ。カンカン挟まるゲー。ワンパンワンパンワンパン。ワンパン？まだしてるぜ。ミスターマリックみたいに。むずいな。それで合ってんの？そういう風に言ってんの？何言ってる男でいいよ。ワンパンワンパン。そう。あっちもいけんじゃん、これ。左上、真上、真上。真横の、うん。2P もいけますよね。あ、いけるね。2P のが。だったら、反射印。でもこれこそ縦でさ、カカカっていけそうじゃん。まあ縦でいけそうっすね。これでいけそうっすか？いけそうだよね。いけそうな気はする。そんな角度つけなくてもいいかも。でも荒、うん、それ荒すぎたら弾かれると思う。うん。薄めの。はい、うん、そんなもん。いきます。はい。あ、ほんとだ。ナイス。1手目でけー。1P で、俺そのホミ聞いてる。ファイシャイン。これクロスドクロは何？10日か押す10日。いいよね、ホミ級で。いいっす、いいっす。あ、そうか、ホミ級か。ファイシャインじゃん。で、俺は？あ、じゃあ大島か。大島はこの僕、まあそこハーチェル行きたいですけど、多分角度的に SS ハーチェルじゃないですか。うん、 SS ハーチェル、確かにそのガリアードさんに当てて、あ、ガイド出てる、 OK。 あ、大島さんそっち、これ、俺これでいいですか。うん、これ挟まれます。ナイス、ガイド2か。これ倒しやすくなるね、ガリアードさん。ガリアードさん、なんでさん付けなんだ。ガリアードさんを使うほどじゃない。何回くらい？2回で割れる。2回で割れるから、うん、2回で割っちゃえば多分どっかのルミナスレイが当たるから、それでも倒せるし、うん、なんかこういう感じで、この位置、うん、どうだろう、いいと思うけど、使うほどじゃないと思うけどな。この位置怖い。これは耐えるでしょ、8万7千も、うん、使う一応。いや、もったいないと思いますけど、なんかね、後半ね、結構ね、使うといい場所がいっぱいあるから。これでいきます。ナイス。ただ、どうなんのか。もう一回。よし、いける。いやー、行きたかった、ごめん。回復。あとボタン。あ、回復はしましたね。え、あ、蘇生？クロスなんで。あ、そう。いてー！あ、でも大丈夫、大丈夫。全然。これ使うのありじゃない？淡路使っていいか。あえて。一段階目だし。こっちから行こうかな。右壁。うんうんうん。むずい気もするけどな。違いました。ピストンがあるからね。なんか左下行かなそうな気すんなと思って。それ行ってくれ、行ってくれ。あ、行った。ナイスナイス、ナイス。クリエイティブ、クリエイティブだ ね、 ティブだね。すげえ。でも4ですよ。ここ1本使っ挟まっても強いし、挟まったら結構出るな。ルミナスレイでも強い、ね、あれを発動して挟まるのね。うわ、上あそこ 4P いるから、あそこ行けたらねえ、あそこトン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 使うか。使った方がいいと思いますね。上挟まりたいですね。で、ちょっとずらして上に行きたい。ちょっと左っすね。こんぐらい行きたいな。間に合え。行きます。来い！上にカカンと行け！よし！ナイス！うまっ！うまい！割れた？これは割れた、割れた、割れた、割れてます。これ強いっすね。うわぁ、ナイス。それでも、あと3か。あと3だよね、たぶん。うん、3だね。これもうこれで、SS はいいっすよね。あの、回復、大丈夫かな。嬉しい。俺の位置がいいから、みんな俺なのみだな。回復か。1ブルブルはまあまあ食らってるんですよ。さっき食らったんだよね。オッケーっす。ありがとう。じゃあ、これ、じゃあこれあれか。結構回復した方がいいか。間に合わなくなるぞ。でも1触れたぐらいじゃ厳しいですもんね、回復量的に。また SS かこれ。いや、これ回復で拓哉と淡路に行ってもらおう。じゃあ横勘か。いや、割と回復するか。いいか、あの斜めで狙っちゃって、あの一応でも1回か2回
触れたい。なんかこうなって、うん、なんかそう、ね、まあ、それがね理想だけどね。そうだね。グリングリンで、うん、グリングリン。いいよ。あ、でも割れてないね。割れない。まあ、耐える回復量。耐えるしさすがに。危ねえ。危なかった。さあ、これは上行きたいって感じ？同じこと。なんか横でも出そうだ。でも。でも使いましょうよここの SS。うん、使うか。横がルミナスレイ結構出そうじゃない？あれ回復してんすか？してない。してない。どういう風に入れ、ガイド出てるか結構入れるけど。あ、そうか。これもルミナスレイ頼みなんすね。いや、まあ殴っても出るけど。だってカンカンできる場所はないから。どっちみち荒くなるけど、上にこう入っていくか。それとも下でこうやっていって戻って。回復するとかもあり。はあ、なるほど。立ててタタ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 で割って 上行ったら結構届かないですよ、右まで。あ、なるほど。逆に上入っちゃうと、ね、上に入っちゃうと戻れないから。じゃあ右から行くとかね。ああ、それありだね。だからその1、うんうん、2P に触れないように行けたら。あ、でもスピードが上がってれば別に上に入んなくてもいいってことでしょ、うん、これで1回行ってみて、うん、多分それだ、いいかも。あ、あ、え、喋りすぎた。そっか、もう見てなかった俺も。数字ピピピってなった。いや、なってない。えー、確かに。ごめん、全然気にしなかった。俺も気にしなかった。ああああ、頑張れ。あ、でもまあ、あと2、あと1じゃないですか。いや、2だね。あー、でもこれで回絶対これ、ん、この上のビリビリじゃないですか。中心の1じゃないのかな。それか、これで攻撃力アップかね。あー、なるほど。ここは回復結構した方がいいと思う、うん。じゃあ下にグーッと下がって戻ってくるか、ちょっと斜めで。斜めだときついよ、気がするけど。要注意だ、ごめんごめん。割れてくれ。割れた、ナイス。3本。耐えろ。耐えたらある。お、耐えるね。お、よかった、あるよ。ある、これラスト。じゃあ、これラストなのかな。うん。これ絶対ラスト。あ、攻撃をアップしたね。うわ。いや、ルミナスレイで飛ぶ、多分下にくっつければ飛ぶんで、うん、あと割れるかどうかですね。なるほど、なるほど。縦感で薄めに。あ、でも届かない。上でカンカンで、でもそれだと足んないような気もするな。これめっちゃ薄く下、なるほどね、っていく。で、最後に1000。いや、これで割れなかったらな。うん、それが一番可能性高そうじゃないですか。か、2回戻ってくるぐらいの気持ちで。その方がいいかもしれないですね。で、上、確かにね、帰りを上拾ってて、まあ、行ってみるよ、それで。あーあこれまずい、さすがに。いや、これは無理です。いや、ごめんごめん。ごめん、俺がちょっと時間見てなかった。あ行きたいな、左からね。左壁から。どっちかへ。うわー、惜しい。どっちに当たった今。左左。え、これ直接入れないですかね。角度きつい。角度きつい。これきつい。あ、そっちならいけるね。いける？ほんと？そうだ。いけた。いけた、ナイス。でも、大島さんがその分むずい。上から。でも、上から。あ、確かに。上からか。回復もしたいし、上から以外ないですね。うん、おい。こういうのね、ちゃんとやってくれるから。1P。 いや、でもこれいけるんじゃないですか。同じやつで。これはこいつはいけるか。ただ次か、次きついな。ただまあ、タグ屋さん行ってみる。まあ、はい、でもダメなら、はい、そうっすね。ダメぐらいの感じで行ってみる。ギリギリありそうだけど、ギリギリありそう。ちょっとむずいな。出てんだ。出て。
うわ、いいなぁ。でもさ、でもさ、お前なんでそんな出るんすか。でもさ、これでさっき打ったの70ぐらいまでやりました、これ。さっきこれで打ったらボヨンって出たの。ちょっと上目にした方がいい。いや、でもいいんじゃん。ガイの先っちょどうなってるかじゃないですか。いや、でも先っちょがね、黄色だから見にくいでしょ。でもそれでいけそうではありますね、確かに。ナイス、ありがてぇ。運極なんすか、タクヤさん。綺麗。ガイドボーナスかね、ラックスキルクリティカルだな、これ。あ、そっか。どっかで取ったんだもん。あ、どっかで拾ってるんだ。そっか、クリティカルか。あたし？あー、これ、回復出してほしい気持ちもあるね。そうだね。いい。ナイス。俺が、これ右下行きたいな。右下。当たんないよな、多分。僕、下行きますよ。はい。お、右下行けて、行ってくれたらすげえ楽。ナイス！よし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 。マジ左下行ってるね。よし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 。あ、そうか、私か。いや、計画で盾かも。あり？いや、でも、倒したいっすかね。とりあえず倒したいね。まあ、倒したいか。HP も、まあまあ、回復するけど。計画的行こうか。まあ、行ってもよさ。ガリアードさんって 2回ずつだっけ？なんで3付けなんだろう。ガリアード。やばい、それ倒したい、もう何なら倒したい、やばい。あ、でもいい、大丈夫、これなら大丈夫、こんぐらいなら大丈夫。ごめん、わかんない、やっぱとんがってるから先が。あ、そういうことなの。入れ歯しやすいな。2回ずつ無計画立て感がいきます。はい、ここもたまに入れ歯するからな。ナイス、うまいうまいうまい、ナイス。明日飲むぞ、俺いけないからな。うるせえなぁ。うるせえなぁってなんだよ。黙ってみてろ。くそ、よしよしよし。あ、そう。あ、でも2がいい位置じゃないですか、結果的に。あ、ほんとだ。次なんだっけ、カーチル出てくるんですよ。いやでもど真ん中だときついか。そうか、これ薄、いやさっさと進みていく。さすが暴れた方がいいか。 SS 暴れ、うん、もうありだよね、はい、で、あの淡路の時みたいな上もやれたら。いや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 、あれは最強だったな。すげえいいよ。いやいやいや、いけるのか。いやいやいや、なんかあんのか、なんかあんの、あるの、あるの、あれ何あるの、何あれ、あれ何、決まり角度があるかもしれない。そしたら 2P はすげえいい位置に、1もいい位置、1めっちゃいい位置じゃないですか。もうこのまま行きましょう、アーチェル。アーチェル行っちゃおう。はい、行っちゃいましょう。そうだね、これで心置きなくいけるんで。スピードがあればいけるんでしょうね。なんかそういうルートになってんじゃん。なんかあんのかな。これ、そうだね、SS 使わずに多分削り切れると思う、みんなで。うん。これ絶対こっち経由だよね。うん。3を拾って、中入って。拾うのむずくない？無理。3拾うのきついな。本当は拾った方が出るけどね。まあでも、こうやっていくかね。ああ。やんちゃすぎるな。いやでもそれだと縦にしか出ないんで、あ、でも横にでもギリ出んのか。いやでも、つけらんないね、あんまり。つけらんないですよね、あんまり。じゃこういって。あ、それで。ああ、いいか。これで、もっと横ベース。ね、ああ、無理か。あと30秒だよ。はいはいはい。横ベースの方がいいか。いや、でも触れないんだよな。あれは触れないと思う。このぐらいのが、最悪挟まる可能性が。15秒。これで行ってみます。はい。これで上行け。あ、惜しい。あ、惜しい。あ、惜しい。待ってくれ。割れろ、割れろ。オッケー、ナイス。あ、しかも3本ぐらい入りそう。3本ぐらい。3本。ナイス。3本。1本みたいな。弱点来い、弱点。そこ、そこ、そこ。そこ。下、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 下。あー、お前。右もあんだ。靴も開いてるよ。なんか暴れた方が出そう。それ。うん。いいね。それもいい。横で上がっていくも結構割れたら。なるほど。みんなの。うわ、すごい入れ歯。割れた。割れたけれどもってことか。これつけて、横についてるよ。いや、でも一本じゃん。一本だな。自分自分。一本だ。さあ。これ、全員こっちにいるのきついな。うまくもう、入ります、丁寧に。これだと出ないですか。ん、どこ。あ。確かに、ここね、あるわそれ。
いいわ、上に、うん、ワンバン上、トン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 で、4本ぐらい全然だったな。もう一回上行けば割れるよ。あ、割れた、割れた。2本入る、2本2本。じゃあ3本入った、3本、3本入った、3本うわこれでいいじゃない。1本は腹だから、うん、厳しい。皮下脂肪に入った、見とけ。うん、確かにもうちょい粗めだった僕も。ナイス。これは0本か。これはこれは全部腹だね、うん、全部腹か。よし、だ、あ、え、なんか左から入った。1本が入った、1本、うん、あ、ボスだ、ボスボスボス。位置どうなんだろう、これ地獄。いや、さて、あ、でも悪くない、悪くない、4は入れるね、私は。上は、上、上どうすか、はい、上いけるよ、カイト出てるから。あ、うん、カイト、何でカイト出てんだ。パスカイン、なんだよ、いいだろ、うちに。次は真ん中いけるでしょ。何なんすか。あ、真ん中行ってくれたら僕が右し、うん、あ、下のハーチェル行けます。行けるわ。はい。淡路行ってたの。右下行ってくれるんですか。うん、だからあそこ、うん。ナイス。オッケーオッケーオッケー、ナイス。うん、何も難しいことしなくてオッケー。うん。で、4。よしよし、ここ。これマルチでやるの死ぬほど楽しいですね。これ楽しいね。これはこ、お前はここで、みたいな。うん。役割が。教えてくれるし、ね。さっきここは抜けたんでしたっけ。野良でやるとさ、あー、そこ野良そっちじゃないみたいな。野良ではやんない、一人でやると。あ、そっか、うんうん、みんな抜けるんだ。そう、みんな分かってて、トントン抜けてってくる。トントンでここになるんすよね。使いたくないけどな。そうそう、使おうか。いやー、どう使うのもったいないですよね。逆にこっちからいけんのありがたい。よし、割れた。あ、いいんだ。あー、惜しい。よし、スピードアップ、大丈夫大丈夫。ナイス、よしよしよし、ナイスナイスナイス、これでかい、勇気の、よかった。危ないなぁ、これカズヤだから勇気じゃないか。勇気のショット、カズヤのショット、後藤勇気の、後藤勇気じゃないか。後藤カズヤだから、後藤カズヤって誰だ。これさ、入る方がいいのか、こう斜めでいいんじゃん。うん、あ、でももう一回戻ってくるってこと。う、うん、どうせガイドないのよ。ガイドだったら、そうですよ、回復も多少できるし、ガイド弱者になってしまった。これ踏むかな、センサー。こんぐらい、こんぐらい踏むよね、帰り際とかに。こんぐらいなんだけど、どう思う、うん、いいんじゃん、回復ちょっとすんじゃん。踏んだ、ね、ナイス。おお、はい、あんま納得いってない。いや、あの爆弾大丈夫か、あの爆弾ちょっと泡で拾える。危ない、ちょっと怖くない。怖いですね、うん。でもね、さっきね、そんな、あれ、さっき違うゲーム食らわなかった。違うゲームだって。違うゲーム、違うゲーム、爆弾、違うゲームの話で、未開かなんかかもしれない。あんま食らわなかった。うん、それでセンサーも触れそうで、上、トン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 っていけたら最高だね。おぉ、おぉ、でかっ、じゃこれ最高だね。最高イレバン、まあ回復できてないですけど。いやいや、大丈夫、大丈夫、ナイス、最高イレバンです。よしよしよし、痛いよ。これ回復して、これ回復必要か。足りるんでね、回復メインっすね。そうだよね、じゃあ、OK、さすがに足りますよね。足りるよね。ここ横貫しますよ。あと2手でいけますよね、さすがに。あ、まあ、割れない。 SS もいいっすよね、回復で、うんうん、はい。まあ、センパックも言ったね。ナイス、うん、めっちゃ大事な気がする、これ。あと3なのか。あと3、あ、じゃあ全然大丈夫だ。何があっても割れれば割れる。下食い、下食いもありだね。下食いありっすね、うん、絶対に上ですけどね。絶対に上、絶対に上行くしかなくないですか。行きますよね。それ2反射で行くってことですか。ええ、あ、そういうこと。違う、間違えた。割れる、割れる、あ、割れない。いや、ごめん。じゃあ、俺もう見えてなかった。俺、一反射で入ってくるつもりで、ごめん。やばい、いやー、これ使おうよ。じゃあ、俺はもう見えてないよ、俺はもう。
使うよ。大丈夫です。まだ2あるんで大丈夫です。やります。絶対。いや、大丈夫。使いましょう、使いましょう。絶対に割る。この間入ってくよ。はい。ぐるぐる回る。靴があるんで絶対割れるんですよ。だからルミナスレイの位置だけ、綺麗に取れる。もう二反射に見えてた、みんな。僕、二反射、ちょっと薄いなと思って。任せろ、リン。お、大丈夫。割れたらこれ、絶対大丈夫。大丈夫、頼む。語彙力。割れたら大丈夫。割れた。弱点も何発かどうぞ。みんななんか喋りたいよ。4本ぐらい入るでしょ、これ。うん。よし、強い、ちょい飛び。え、ここ次のステージ行ったことないでしたっけ。弟の尻拭い。ここではある。ここではまだないか。あれ私、大島さん最高1。最高じゃん、最高だ。ほんとだ。やば。え、これ使うべき。ああいうやつだから。でも使うのもな、正直。そうなんだよ。で、これ暴れてりゃ、なんとかなんない？なんかもったいなくない？あ、そうか。でも、そんな。ザコシより得意ですかね。これずれてん間に、はい、この角。いや、俺使ってもいいような気がします。使います？しない？どう？僕もなんかさ、角入ってない。ここ具だったら3ターンぐらいさ、大島がさ、こいつとこいつの角入ってないんじゃない？挟まるってことですか？いや、こう角当たって左に戻れた方が。僕もそれを狙ってんすよね、今。あ、それでこいつのこの2体の段差の左に出るってこと。段差の角に当たれば。あ、なるほどね。下、あ、時間5秒だよ。5、4、3、いけるでしょ、これ。左、よしよしよし。あ、でもナイス。で、最後はまって右上欲張りだな。欲張りすぎた。これだいぶ楽。も入るんでしたっけ、割ってたら。あ、どうなの、入りそうだね。よし、ここはとにかく。でも、3。まあ、ここでも4だから一番少なかった。これマジででかすぎる。で、俺が、そうだね。上に挟まってるよりラッキーとか。そうですね。ただ、はまれるわ。はまれますね。トントントン。ただ、2が、一番上がきついですね。ちょっと。淡路ならいけんのか。いけます。じゃあこれいけんじゃん。そうですね。3P がいけるわ。なんじゃこれ。なるほど、そこ2体いんだ。2体います。ここ多分ここでむずいのよ。そうなんだ。うわ、拓也さんいけたら最高。いや、でもいけないですもんね。じゃあ逆に淡路をどっかにずらすのが。そうそう、淡路ずらさない方がいいですよね。ずらさない方がいい。淡路だって今角度出てもん。なるほど、完璧の角度は。これ多分何もしない方がいい。でも横勘で、なんならもうゲージ外してとかでブロックですもんね。ゲージ外してもそこにいるとかでいいんじゃない？ゲージ外して、うん、うわ、こんな緊張するって久々だな。ゲージ外してここにいるでいい？うん、変にずらしちゃうぐらいなら大丈夫、はい、当たりはしない。ゲージ外す必要なかった原則壁があそこ出てないんすね。地雷取ってほしかったですけどね綺麗な縦感すぎていける。ナイス。確かに地雷取ればよかったね、うん、いやでもずらしちゃうんで。あ、なるほど。よし、回復もして。おー、ナイス、ナイス。地雷取ってくれて、まあ、助かる。地雷が一個も取ってないじゃんなんであれ取るの？あれ避けんの？全部全部避けるってどういう危ねえ。いい位置。しかも掃除してくれないと。ここ飛ぶよな。俺か。このこれはもうエメラルドみたいなのあるときにとにかくダメージ出すのがセオリーですけど、狙って左のアーケードの方行けば、はい、いやもうさ、センサー触れてあそこズドーン行けるでしょ。飛ばせるでしょ。カズヤさんがどこだ？1P、うん、下の山残しといて。上の弱点行ったら多分飛びますよ。飛ぶんじゃん。いけ、惜しい。いや、割れてない。の割れ割れてないか。でもあのエメラルドまあ残してくれたから俺が行くわ。あ、弱点下来ちゃった。ここは絶対挟まらないと多分足らないんじゃないですか。あれ、じゃあ消しちゃうとまずい。使う？ルミナスレイでいけます。いや、ルミナスレイでもいける。だからこう使っていいと思います。2段階目で。そうだよね、みんな溜まるし、はい、いくよ、俺がハマるよ、はい、責任持って、うん、お願いします。いけ。この角度なのよ。見ててみ。うわ、うまっ。ナイス。でもこんなもんか。弱点来てたら飛んでました、うん、飛んだね。だこっからはもう丁寧なルミナスレイで。これはだから下通んないとダメだから。そうか、じゃあこう行って
上通ってもいいのか。上通っても下行けそうっすけどね。後から下でもまあ、なんかうわ通れないか。ちょっと怖いさ。じゃあ下から行きますよ。ビットンの2分1くらいますよ。上か下かの。なるほどね。まあ、確実に行こう。あと3パック入れて4。そうか、パック使ってみようか。雑魚処理こんな丁寧にいったのにな。上来てな。行ってみます。絶対行く。はい、絶対行きます。いた。ナイス。いいのいいの。割れろ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 。いいよ、もう一回叩いて、もう一回叩いて。よし、ナイス。これでかい。でかい。よし、でかいでかいでかい。ナイスすぎる。はあ、緊張する。緊張感あるね。これもあと2ってとこ。ここは僕使う？使わなく。一番の理想は V 字ですよね。 V 字で上ですよね。いやでも、ま、回るでいいんじゃないの。こっちからこうで、ひし形でどうですか。いや この壁からこうで OK。 簡単なやつ言ってくれてありがとうございます。だってそれが一番簡単か、うん、か真斜め、左下斜め、真斜めにぶつけてそのまま戻ってきて上をトン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 っていって、まあでもありますね、真斜めちょっと左、うん、ちょっと左、そっからちょっと左にずらしてそんぐらいなら、うん、っていうのもあり。なるほど、これですね。うまい。お、ナイス。でも割れた、これ割れたらもう割れた、割れろ。割れた、割れた、これと痛い。でかいでかい。ナイス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 。すーごー。割れた割れたっておならしちゃった。肛門が割れた。肛門が割れたってなる。ちょい飛びちょい飛びちょい飛んでる。ちょい飛びしたこれ。ちょい飛びだ。お、ここは最高。お、最高。ちょい飛び。ここいいっすよね。え、みんないい位置？あ、みんな1じゃない、なんか。さあ次が 1P。 2がもうすでに挟まってる。たくやさんいい位置ですもんね。うん。でもあのなんで和也さんこの2人もいいかも。ガリアード行きにくいならあの、まあ、下の消してもいいか。確かに下消してもいいんじゃないですか。下のゴミ球倒してもらってしたら次ガリアード行けますもん、ね、多分下からのが行けます。行けるわ。うん。でうわこれこれうまたハーチェル出てくる可能性あるから。うどかい2段階目がたまる可能性ある。むずいかなこれ。いや打たなくていいかな。右の腹当てて横腹、うん、こうでね、で上入ってくって感じね。あそれいいね、それいいわ。で戻ってきて後でみんなの一回触れれば勝ちだ、ね、いきます、うんうん、よしナイス。でもう一回右割れた。よっしゃナイス。これでかい。出てくんなハーチェル、頼む。出てくるな。出てきそうだな。出てきそう。こんな簡単なわけないもんな。雑魚処理出てこない。出てこない。出てこないわ。出てこないんだ。だからあもうここでもう全部挟まれってことですよね。じゃあ待って、これ泡は使わなくていいと思うけど。使わなくていいと思う。もう一回打てる。7ターンあるね。このこれあんま出ないと思います。俺それでもいい気するけどな。てかここは上 V で挟まる。なるほどね。あなるほど。いいんじゃない。ここは確かにあの氷山があるときは狙いっていうなあの間。ナイス。元気。うわ弱。いやいいよいいよいいよ大丈夫。これも入る。いいよ。足りるか。足りる足りる。あやば。あそっか。これでなんか出んのか。なるほど。出るわ。そうだ。そうだ忘れて。こいつらなんだ。でも減らせてはいると。とりあえずでもこれめっちゃいいチルというか。というかちょっと待ってくださいね。ここパックの可能性ないですか。あこれ何？同時じゃないと。同時じゃない。いや、俺ここめっちゃ位置いいから2段階目打ったら両方倒せると思うんだけど。そうだね、多分投下してんの今こいつ。多分分かんないけど5回ぐらい叩かなきゃダメそうだよねこいつ。でもあの SS で暴れれば結構割れそうだよね、うん、割れさえすればルミナスレでいけると思うんだよ。割ってるよ1個上。上終わった。下も割れろ。よし割れた。これはいけんじゃない。ルミナスレ下入るかな。下入んないか。あでもいやいやいいんじゃない。入りそう。でも同時ではないよな。同時じゃないでしょ。さすがに同時じゃないでしょ。レザパリも違うし。あ回復だ。ちょい回復。なるほど。
まあいい位置いるけど触れなきゃダメですもんね、上に。こいつ触れなきゃダメ？触れなきゃダメ。使うか。使っていいと思う。で2人、うん、で2段階、2段階で終わりじゃん。パックもあるし、うん、これはぐるぐる回れば割れると思うんだ。ナイス。逆転殴り。あ、でも1本入りますね。上入るね。オッケー。2本入ります。お、ナイス。おー、しかもオーバーキル。うわ、あれ、こんなんあったっけ。え、でもこれ育てる必要ないっすよね、さすがに。ないでしょ、これは。もうお前が、竹谷が責任持って、お前俺はお前のやつだ。僕、あの、大丈夫です、いらないです。僕もいいですわ。あ、いや、でもこれで持ってるやつじゃないと出ないはないっすよね、今まで。ないと思うよ、ないと思う。多分これ育てる。いや、こんなあったっけ。俺マジでこんなあったっけ。プラス火力ってことでしょ。きっと横折り、ちょっと粗めの横折りとかどう？でも上触れないと、上触れないと怖い。じゃあそれなら上上がった方がいいんじゃないですか。上を、上から行く？あ、上から縦で行く。それもありじゃん。俺縦で横ずれていってでもいいと思う。左にね、はい、こうやってね、ちょっと粗めに剣も取って、ここが最大火力にならないと。で行ってみようか、うん、行きます。確かにこんなもん、うん、大丈夫大丈夫、もうちょい、もうちょい、いける、こんなに削れてればいけるいける、うん、こんなもんで、こんなもんでどうでしょうか。よしよしよし。いや、俺行ったでしょ。俺は行ってよ。剣も持ってるし、エレメントも取ったよ。エレメントも取って、しかもあれ何本入ってんのよ。めっちゃうまかった。行った、よしよし。え大丈夫大丈夫、あとはあとはあとは拓也のエレメントを入れればいいだけ。あ、なるほどなるほど。あー、そういうことね。そういうことだ。で使っていいよ。で大島でパック、俺でパック薄めでいいっすよね。僕薄め、もうちょい粗めでいいんじゃない。カカカカで戻って3発ぐらい当てて、うん、タクヤさん拾って戻ってくる。で戻るじゃないと、タクヤの当てたいから。俺の左についちゃうよ、俺の。そうだから、あ、そうかそうか。そうだから、この暴れでこうやって、こういう感じじゃ、右から出て、右に出てこう、あ、オッケーです、うん、なるほど。ひし形っすよね、うんうん、本当だ。結構しびれるな。パックもあるよ。まあそうっすね、さすがにね。よし、大丈夫。いけいけいけ、割れれば。あれでしょ。あ、じゃあ、ナイスナイス。でも1本、あ、もういったわ。あ、2本、2本っすね。で2本、私の多分左1本入ってんじゃないかな。違う。よっしゃー。最後、最後、最後、あの、なんだっけ、なんだっけな。だから、なんでみんな記憶ないんですか。あれ、多分横まで来ればなんとなくクリアできたんだよ。あ、あの、あいつから出てくる前に僕倒してました、あそこ思いっきり挟まって。あ、なるほど。ガーンね。いや、俺もそれだったのかな。なるほど。あー、よかった。はい、ということで、はいはいはい、はい、よかった。これがベストナインド。確かに、うん、はい、このぐらいがちょうどいいな。9のそのクリア、はい、クリアいたしました、はい、ラスト10いきましょう、ラストね、はい、はいはい、ということで、今回はここまで、はい、高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ、バイバイ。